。はい、で今日は普通に電子レンジって結構家賃高いんですけど、でケールで言うことは電子レンジちょっとやりにくいということで、ね、外出するんですけどこんな感じで、俺ねコストコでね、このなんかなんていうの、超大量のイクラ買っちゃったの。こんな感じで、めっちゃ賞味期限切れてないこれ。まあいいやっていうことで、まあ、ちょっと賞味期限切れ、いや消費期限切れてるんですけど、まあ大丈夫でしょっていうことで、醤油漬けにしてあると思うんで、まあ大丈夫かなと思うんで、これ使ったらイクラ丼作っていきたいと思いますっていうことで、まあ、なんていうの、そのなんかイクラ丼にするっていうことはなんかやっぱり米とかいろんなもん必要だと思うんで、ちょっと痛いな。イクラ丼とかそっち系のやつ作っていきたいと思いますよ。とりあえずもうやってきます、キッチン行ってきまーす。っていうことで、イクラ丼っていうことで、なんかこのなんていうの、米炊くの大事だったんで、もうなんかもうね、やばい。この洗濯機なんかなんていうの、そのなんかこれね、アマゾンでね3000円ぐらいだったんですけど、あれね、もうめちゃめちゃ不調っていうことで、すげえ高い炊飯買ってみたいなみたいな、すごいなんか考えがあるんで、よかったらちょっと買っていいか、買っていいか買ってよくないか、ちょっとコメントください、お願いします。っていうことで、今やっとキッチンに着いたんですけども、今日やること、まず持ってきたもん、紹介していくんですけど、これなんかさっき言った通り、このなんか、この、なんていうの？すげえつぶつぶのイクラっすね。はい、なんかなんていうの？これ別にさ、割安じゃないよね？これなんか本当によくわかんないんですけど、なんか、1キロじゃん、これ。505g と 510g っていうことで、マッシュ誤入して 2000g っていうことで、なんかそれぐらいあるんで、今日は 1kg のちょっとイクラ使っていきたいと思います。で、さっき見せた通り、ここに米があるんですけど、こんな感じで。なんかちょっとね、最近ね、もうなんか、どうせ食べる系のやつだから、もう、ちょっと、いい感じの炊飯買いてえな、みたいな。それぐらいなんか反抗期なんですけど、僕。これね、あんま美味しくないのこれ。あ、おっしゃ！もうこれぐらいになっちゃったんですけど、このコストコで買った牛タンもちょっとあるんで、これもちょっと消費期限ちょっとやべえと思うんで、ちょっとこれも焼いていきたいと思います。で、今日はこのなんていうの、3種類ぐらいの、5、6種類ぐらいの、ラインナップで作っていきたいと思います。行ってきまーす。っていうことで、間違えた。もう早速食べていくんですけど、なんか、間違えた。ね、もう早速ご飯を作るぐらいしかなんか、なんていうの、重要なことがないんで、正直。パパッと作っていくんですけど、ホットプレートっていうやつなんですけど、これ、皿としか、あ、見えてないじゃん。こんな感じでお米できたんですけど、こんな感じ。なんかさ、なんかなんていうの、すげえ毎回思うんですけど、なんかね、臭いんだよね、これなんか本当に臭い。なんていうの、一日中部活した後の T シャツをすごいなんかそこらに干してるのかなっていうぐらい、臭いんですけど、これ。ちょっと使っていきたいと思いまーす。待って、この味見っすね、味見。ほら、おっしゃ。あ、取れてる、危な。ピザみたいな、なんか。今日はさ、なんていうの、イクラをさ、やっぱり、この上でご飯の上にさ、なんか、ポット乗せてもそんなに面白くないと思うんで、なんか、向こうでやりたいと思います。仕分け作業みたいな。見て、やばくないこれ、なんか。なんかすごい、なんか、なんていうの、それなんか、すごい、海の上なんか海がさ、太陽に光って海が燃えてるみたいな、なんか、そんな感じのやつですね、これ。うわあ！見て、これなんかやばくない？ちょっと普通に気持ち悪いっていうことで。それブツブツっすね。はい、ブツブツ。あ、ちょっと、スタートか！取れてる、危ない。ということで、こんな感じでメイン出来上がったんで、今日は、これしっかり食べていきたいと思いますよ。とりあえず、向こう行ってきまーす。ということで、こんな感じで作ってきたんで、ご飯。食べていくんですけど、違うか。ちょっと待ってよ。もうね、かけていくんですけど、同時にサムネも一緒に撮るんで、ちょっとね、やばい、めちゃめちゃ緊張してるっていうことで、こんな感じで、かけていきたいと思います、これ。待って、いけてた今。いけてたわかんないんだけど、正直。待って、ちょうどさ、ここにさ、使いたての箸っていうことで。使い捨ての箸があるっていうことで。やばくね？前回さ、一回、イクラ丼ってさ、なんか、なんていうの、手加減してやったんですけど、その時とはね、ちょっとレベルが違う、なんか。こんななってなかったよね、だって。イクラの層がさ、一枚あんじゃんだって。あ、そういうことか、宇宙みたいなんか、すごいなんか層が何層もあるっていうことで。あ、これ、あ、そうか、でもなんか、ちょいよくわかんないんですけど、まあこんな感じで食べていきたいと思います。やばくね？すげえさ、イクラの量がすごいんだけど、こんなさ、イクラの量見たことないっていうことで。あ、なんかすごい、なんていうの？フォーク持ってくる、フォーク。っていうことで、もうね、待ちくれん、やばい、ちょっと待った。間違えた。もう待って、早速もう食べていくんですけど、どっから行った方がいいですかね今。ちょっとコメント欄で教えてほしいんですけど、前からっていうことで、じゃあ後ろから行くんですけど、後ろから、なんでも。やばくな、落ちた今。ピンターあった。すまんやばジュースじゃん、ジュース。イクラのジュース。待って。圧倒的、前回のイクラのやったやつ、イエイじゃない。前回のさ、イクラのやったやつさ、なんか、圧倒的にご飯の方が多かったと思うんですけど、今回に関してはね、イクラの方が多いからやばくね？ 1 キロ。2キロか、2キロなんで、これ。
うまっ。あのね、一つ心配なことがあってね、消費期限切れてるっていうことで、大丈夫かな、わかんないんですけどもね、それをね、どうでもよくしちゃうぐらい、なんかめっちゃ美味しい、やばい。でも匂い何もしないから大丈夫ですよ、これ。やばっ。粘々になってるね。粘々じゃない、間違った。粘膜。粘膜じゃない。どしもれたじゃん、今。なんかなんていうの、それなんか。すごいね、ドロドロしてる、なんか。納豆の後にコーラ飲んだみたい。これ、この人の牛タン。牛タン？あとで食べよう。やっぱね、ちょっとなんか、多分これさ、多分結構高いと思うんですけどね、ちょっと値が張るだけあってね、ブチブチしてんな、なんか、なんていうの、それなんか、切れてんのかな、みたいな。はい。なんで、すごいね、スーパーで買った安いやつって、なんか、ニチョってなるんですけど、これ、これに関してはなんか、ブチブチ潰してるみたいな感じで。それ気持ちいいっすね、なんか。気持ちいい、すごい。気持ちいい！もう特大サイズいく？最近カフェインばっか取ってて、ちょっと心配してくるから！あ、間違えた。リアルゴールドみたいな味がした今。めっちゃ絶対食える、やばい。あ、アメリカ大、あ、なんかなんていうの、オーストラリア大陸だこれ。正直もう最初の感動みたいなさ、もうないっすね。慣れって怖いんだな、みたいな。はい、なんかイクラ丼たくさん食べると。だね、慣れってすごい怖いんだなっていう風に実感できますね。最初一口めちゃめちゃ美味しかったね。もうなんかね、普通だもんだって。普通。あお、へっ。はぁ、いよいよ悪いと思うんですけど、あれ、肘すかしてほしい、やばい。めっちゃくどいんだけど。冗談抜きで、これ。これ？これ。すまんな、最初みたいに。まあ、美味しいからな、ほんとに。ほんと美味しいから。あ、でももう、すごくね、もうすぐなんか3分の2、2分の 1？ わかんない。あ、2分の1か。間違えた。これとね、このね、最高級ではないと思うんですけど、なんか、いい感じのイクラと、いい感じの炊飯器をやればよかったって思っちゃいましたね、今。あれ、やばくね、なんか、全然、あれさ、最後らへんもうなんか、よくわかんないんだよ、なんか、これどんな味かって言うと、甘くて辛くて今日7時に起きれてなのに二度寝しちゃって結局10時になっちゃってめちゃめちゃ後悔してて美味しい。やばい、最近さ、なんか、起きる時間がめっちゃ遅くなってんだよね。やばい。10時だよ、10時。やばくね。普通にもうさ、終わってるよね。終わってないか、別に。なんかね、なんか、いくら食べた後って、これなんか、ねんねんみたいな。何ねんねんってさ、そういうネムネムしたなんか、なんていうの、フィルターみたいなやつができて、コーラ飲むとね、なんかね、そこでもいくらができちゃう。なんか、このでかいいくらがなんかできて、なんか、できて！一回できて！口の中でいくらできて！もうアホじゃん。おバカな人じゃん、俺。映画館で飲むコーラの味がした、今、ほんとに。ハメブゲット。前もなったと思うんですけど、なんかいくら食べてるとね、頭痛いんだよね。ガンガンしてくるというか、なんていうか。はーい。元からかな？俺元から結構なるかわかんないっていうことで。うん。やばっ。もうやばい、もうやばい、もうやばい。もう無理。まだ俺朝の、今朝の大体、今日の夜とかに開ければちょっと食べれると思うんで、今日の夜しっかり食べていきたいと思います。とりあえず休憩しまーす。
ていうことで、さっきね、冷めあったんですけど、めちゃめちゃ美味しい、やばい。待って、やけどしたかも、これめっちゃ痛い。やばい。なかったインスタグラム、ツイッター、フォローしてすごい嬉しいです。ということで、もう飲まないんで、降りたいと思いまーす。